BSE 問題、BSE 問題、BSE 問題とは、2000年代初頭より発生した、BSE、牛海面上脳症、ボバインスプンジェフォームエンセファラパシーに関する一連の社会問題である。BSE そのものに加え、企業による牛肉偽造事件の発生も、相次ぎ畜産業や、生肉店などの食肉関連産業、食品加工業や、外食産業、 スーパーマーケットなどの流通業、そして一般消費者を巻き込んだ一大問題となった。本校ではこれらに関する社会動向を記述する。またマスメディアによる報道の加熱によって日本での BSE 感染患者は一人も出なかった。海外での日本人感染者一人のみにもかかわらず、BSE が発生したと報道された畜産農家や目視検査をした。 女性獣医師など5人が自殺した。牛海面上脳症、BSE は伝達性海面上脳症、C の一種で、牛に見られる薬病である。BSE は俗に、狂牛病、マットカウディジーズと呼ばれることもある。BSE 問題は主に牛肉に関してのみ、クローズアップされる傾向があるが、羊やヤギ類の C であるスクレーピーが、プリオン病の起源とされる。 異常プリオンは高温、高圧でないと変化せず、通常の調理方法では無害化できないため、焼却処分かオートクレーブで高温高圧処理を必要とする。したがって、BSE の原因となる異常プリオンが蓄積される、特定危険部位、SRM の確実な除去が必要である。BSE は、主に牛などを肥育するための飼料に含まれていた肉骨粉が、 異常プリオンというタンパク質に汚染されていたために水平感染したことが確認されている。同様に異常プリオンによって引き起こされる人の伝達性海面上脳症 C であるクロイツフェルトヤコブ病との関連性も確認されており特定危険部位の食品への混入や食肉の異常プリオン汚染を防ぐ対策が講じられている。食肉への異常プリオン混入に関しては 異常プリオンが蓄積されやすい特定危険部位を除去することによって防ぐことができる。また肉骨粉の使用、混入を禁止するなど、適切な飼料規制、フィードバンによっても BSE の発生を防止できるため、すでに世界各国で実施されている。これらの対策の結果、BSE が原因とされる人のプリオン病である、変異性、クロイツフェルトヤコブ病、 VCJD の発見数は減少した。しかし、潜伏期間が長い VCJD は、発見から感染経路特定が困難であることもあり、長期の監視が必要であるというプリオン病専門家からの声もある。なお、日本国内産の牛においては、2009年1月に北海道で BSE 管蓄2000年生が発見されたのを最後に、 BSE 完畜の発生は見られなくなった。北海道以外で生まれた牛では2004年2月に神奈川県で BSE 陽性とされた乳ュ牛1996年生が最後であった。BSE はイギリスで初めて特定され、延べ160件弱の発症報告がなされた。当初イギリス政府は牛肉との因果関係を否定していたが、後に メディア報道の活発化に伴い、牛由来の物質が最も疑わしい旨を表明した。メディアはイギリス政府のこうした対応の不利を大きく報道した。イギリス政府は30ヶ月以上の牛をすべて食用から除去するという政策を施行し、370万頭の焼却処分を余儀なくされた。2000年の EU による BSE のテストキットの認証を待ち、 同月年以上の検査サンプル数を大幅に増やしていった検査の結果、延べ17万8000頭の BSE が発見された。同時にイギリス政府は食品安全機関を組織し、正しい知識の発信と生活者の啓蒙、そしてメディアに対しては冷静な報道を要請し続けた。2001年9月10日に千葉県で BSE の疑いがある牛が発見されたと農林水産省が発表。10月に食用牛の全頭検査が導入されるなどの対応がされた。日本での BSE 感染牛の発生は2001年9月21日に千葉県で確認され、その後は北海道、同年11月21日、神奈川県、2004年2月21日、熊本県、 同年9月13日で確認されている。これを受けて、日本政府は2001年10月から BSE 対策事業の一環として、全都検査前の国産牛肉買い取り事業を行ったが、これを悪用した食肉関連企業による牛肉産地偽装事件が相次いで発覚し、大きな社会問題となった。2002年1月に、 雪印食品による雪印牛肉偽装事件が発覚し、同年5月に同社関西ミートセンター元本部長ら5人が逮捕、後3人が有罪判決。雪印食品は同2002年4月に廃業解散した生産は2005年8月。これが最初に発覚した BSE 関連の牛肉偽装事件である。また2000年に、 雪印集団食中毒事件を起こしていた親会社の雪印乳業は雪印食品の牛肉偽装事件がとどめとなり2003年1月に全農など農協系の支援を受けて日本ミルクコミュニティに統合された2011年4月雪印恵み力に吸収合併。なお、集団食中毒事件の影響で雪印食品から分社化したアクリフーズも 2003年10月に、日露、現、丸葉日露に売却されている。雪印グループの一連の事件は一企業の不祥事に、とどまらず、創業の地である、北海道うちの BSE で打撃を受けた、畜産農業に追い打ちをかけた。同2002年6月には、福岡県小賀市のハムソーセージメーカー日本食品、同年8月民事再生法適用開始。 同年7月には日本ハムの牛肉産地偽装事件が相次いで発覚し、大手食品メーカーを含む食品偽装と補助金詐欺事件の続発は社会に衝撃を与えた。その後も大阪市の食肉卸売業者反乱が巨額の補助金詐欺事件、反乱事件を起こし、2004年4月に元会長の浅田光良11人が逮捕された、後浅田は、 実刑判決。2007年6月には、間小牧市の食肉加工卸売業者ミートホープ、自己破産により廃業の食品偽装が発覚、社長の田中実が逮捕され実刑判決。ミートホープ事件では加藤吉、現、テーブルマークの連結市会社である、北海道加藤吉も関与しており、親会社の加藤吉は、翌2008年1月に日本タバコ産業、 JT の子会社となった2010年1月テーブルマークに社名変更。BSE 関連の牛肉偽装事件で相次いが企業犯罪により食の安全に対する国民の信頼が大きく揺らぎ、BSE そのもの以上に深刻な打撃を社会に与えた。BSE による牛肉産地偽装の影響はスーパーマーケットなどの流通小売業にも及び、 2002年9月には札幌市の生油元町店で生油偽装肉返金事件が発生して騒動となり暴行による現行犯逮捕者が出ている。また吉野家が牛丼の販売を2004年2月より2006年9月まで長期間にわたり休止するなど詳細は吉野家 BSE による米国産牛肉輸入停止の影響を参照外食産業の経営にも 大きな影響を及ぼした。一時は、全日空、日本航空など航空会社の機内サービスでも、ビーフコンソメスープのサービスが中止された。さらに報道の加熱により、BSE が発生したと報道された、畜産農家や、後に BSE だと判定された牛の目視検査をした、獣医師が、相次いで自殺し波紋を呼んだ。BSE 感染を目視検査で発見することは、 不可能である。日本で確認された BSE のうち、8頭目と9頭目は、異常プリオンの蓄積量が迅速検査の検出限界であろうという24か月齢以下の牛であった。なお、メディアによる報道は、24か月以下の牛には、異常プリオンが蓄積されないと言い換えられているため、検出限界と病気の遺憾について誤解が、生活者に浸透している。また、 牛がいつ感染したのかわからないことと、感染後の蓄積のスピードには個体差があるであろうことから、同一の検出限界のキットを使用しても感染を確認できる牛の月齢分布は正規分布になることはありえない。よって24ヶ月が検出限界であるというのは経験則であり、統計学な根拠があるわけではない。したがって十四ヶ月未満で発見されることは、 その牛の個体差などを示しているに過ぎない問題である。また、8例目の異常オプリオンの方、日本では二次確定検査に使われるウェスタンプロット法によって得られる、タンパク質の分散型のことは、BSE 特有の方にも当てはまらない方であったため、新しいタイプの BSE、規定系 BSE として考えられている。平成19年5月、厚生労働省の研究班、 主任研究者イコール、佐タ哲太郎、国立感染症研究所感染病理部長、担当研究者イコール横山隆動物衛生研究所プリオン病研究チーム長などは、21ヶ月、23ヶ月とし、8例目で BSE と判定された牛からは感染性を確認できなかったという中間報告を発表し、その後、最終的に感染性は確認できなかったと、 報告された。検出限界を下回る21ヶ月、23ヶ月年での BSE 判定に関しては、以前より、日本国内はもとより海外の専門家の間では、疑問視する声が上がっており、感染性を確認できなかった事実は、BSE 判定の質ごとの指摘を裏付けることとなった。一方、2007年8月25日、 国内2例目の非定型 BSE 感染流、生後14年に1ヶ月イコール169ヶ月年ではマウスに感染することが、動物衛生研究所、プリオン病研究センターなどの研究チームが確認された。2007年現在の迅速検査によってギリギリ発見される定型型 BSE 牛や8例目で発見された非定型異常プリオンの場合には、 人間に対して危険性のないことが示唆された。なお、23ヶ月年、8例目、21ヶ月、9例目で BSE と判定された結果、当時専門家により妥当と考えられていた30か、月齢長の牛の BSE 検査基準を世界で最も厳しい20ヶ月年、検出限界以下まで押し下げる結果となり、科学的に根拠が疑問視される、全頭検査が続くこととなった。 なお過去に大規模な BSE 管区の発生を見たヨーロッパは2011年7月に検査決令を72ヶ月年まで緩和した。2013年1月現在、世界で BSE 検査を実施している国は日本20ヶ月年だが、全頭検査実施中と EU72 ヶ月年となっている。 米国のアンベネマン農務省長官は2003年12月23日、夕国、日本時間12月24日午前の記者会見で、ワシントン州で飼育されたホルスタイン種の牛一頭が、検査の結果 BSE に陽性とみられる反応を示したことを明らかにした。また、感染したとみられる牛の脳組織サンプル、検体を、イギリスの研究所ウェイブリッジ、 中央獣医学研究所に送り再検査による確認を求めたとも述べた。問題の牛は1999年に生まれ、ワシントン州西部のヤキマグンマブトンの大規模、落農場で育ったものとされている。2003年12月9日、食肉処理場に運ばれる際に歩行困難の症状が見られたため、念のため農組織の検体を12月11日、アイオワ州、 ネイムズ氏の国立獣医学情報研究所、ナショナルアニマルディジーズセンター、国立獣医療研究所ともに送り、BSE 検査を2回にわたって実施した結果、2回とも陽性の反応を示し、12月22日に発覚したとされる。ベネマン農務省長官は、この牛と共に飼育されていた4000頭の牛は直ちに隔離されたとも述べた。 米国農務省は2003年12月25日、日本時間は12月26日、緊急記者会見を開き、イギリス、ウェーブリッジ獣医学研究所は、米国農務省が行った第二次検査結果の結果と評価に対して同意していた旨を発表した。そして、米国初の BSE であるという米国農務省の判断は、 同研究所の再確認検査結果で確定されるが、これが覆ることは、まずないであろうと言明。なお、同研究所にはこの時まだ、サンプルは届いていなかった。サンプルは、翌日に到着が確認され、再確認検査が行われたはずである。これによって、BSE の発生は事実上確定とみなされた。2003年12月23日、米国内で、 BSE の疑いを受けた牛が発見されたと発表されたため、日本と韓国は直ちに今後の状況が判明するまでの間、当面の米国産牛肉輸入差し止め措置を取った。世界最大の牛肉生産国である米国に対し、牛肉輸入量で第1位と第3位を占めると言われる日本と韓国の輸入停止により、米国経済、国際経済に与える影響は、 極めて大きくなることが予測された。厚生労働省は第三者機関による検査結果を待つことなく、米国農務省の独自の検査結果評価への第三者機関の同意をもって、食品衛生法第5条第2項に基づき米国産の牛肉と牛肉加工品について輸入の禁止を正式に決定した。翌12月24日。 日本時間12月25日朝までの間に日本と韓国に続きメキシコ輸入量第2位ロシアブラジルオーストラリア台湾シンガポールタイマレーシアチリコロンビアそして香港が相次いで輸入差し止めあるいは一時輸入差し止めを決めたこの時点で輸入差し止め措置を行った国は少なくとも十二カ国と地域となりその合計は 米国の牛肉輸出量全体の7割に及ぶ。ちなみに、欧州連合は、牛の成長ホルモン、成長促進剤投与をめぐって、すでに輸入を禁止していた。日本国内の報道によれば、農林水産省と厚生労働省は同日午前中に、米国産牛肉と牛肉加工品、生態牛の輸入を一時的に取りやめとし、輸入に必要とされる。 動物検疫所の輸入検疫証明書発行も停止。その日のうちに BSE 対策本部、本部長、金田秀幸農水副大臣を設置した。国内の外食産業やスーパーなど牛肉を取り扱う企業は終日今後の対応に追われた。日本子孫基金の小赤淳一事務局長は毎日新聞のインタビュー取材に答え、 米国は BSE は出ないという大前提に立ち、欧州並みの対策すら取ってこなかったことを挙げて、米国の対応を批判、米国での BSE 発生に違和感を覚えないと述べ、さらに、オーストラリア産牛肉など、安全上比較的リスクの少ない市場へシフトしてこなかった企業の対応を批判した。また、亀井義行農水省は25日午前の記者会見で、 ウェーブリッジ獣医学研究所による検査の結果次第と条件をつけながらも、米国に対し牛の全頭検査を求めたいと、言明した。日本では2001年10月から、病死、自己死も含め、すべての牛を検査する、全頭検査、ブランケットテスティングを実施してきた。のみならず、2003年6月4日に成立し、6月11日、交付。 12月1日に施行された牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法、牛肉トレーサビリティ法、あるいは牛肉履歴管理法とも呼ぶによって、すべての牛に個体識別番号を付けることを罰則付きで義務付け、識別番号をインターネットで検索すれば、出生年月日、死有の別、母牛の個体識別番号、使用施設の所在地、 牛の種別など牛の個体が辿った履歴を調べることができるようになっている。これは世界で最も厳格な牛の個体管理であると言われている。2003年12月25日に行われた記者会見で福田康夫官房長官が米国で全頭検査をしなくても納得いく状況があれば日本への輸入を認めなければいけない状況もあるかもしれないと述べた発言は 全頭検査なしで輸入解禁を容認するもので関連業界や落農団体などからダブルスタンダード二重基準だと批判する声が上がっているという報道もあった。実際、日本は2003年5月からカナダからの牛肉輸入を禁止している。この時にカナダ当局へ要求した全頭検査が受け入れられなかったことが禁輸の理由とされていたからである。なお、 米国からの輸入を停止していたメキシコは2004年3月に輸入再開を決定。台湾は2005年3月輸入再開を決定し、2005年4月に輸入を再開した。米国農務省のマイク・ジョハンズ長官は、記者会見で2005年6月24日、現地時間、BSE が疑われる8歳牛一頭から採取した資料を イギリスの国立ウェーブリッジ獣医学研究所の再検査結果が最終的に BSE であると確認診断したことにより陽性だったと発表した。再検査を実施したのは、農務省が免疫組織科学法、i c ーで陰性であったと結論付けたことに対し、農務省監査局が再検査を指示したため、米国脳務省は 問題となった牛についての情報をほとんど公開していない。テキサス州産牛だという報道もあるが、農務省はこれを肯定も否定もしなかった。農務省動植物保健検査局の責任者、ロンダ・ヘイブン、ロンデ・ヘイブン、主任獣医官は、シカゴ商業取引所でのパネルディスカッションにおいて、問題の牛はペットフード加工工場で見つかったと述べ、 また6月27日付オールストリートジャーナルは2004年11月にテキサス州の工場でペットフード用に加工処理された名牛だと指摘する政府の誤審で消費者への警告が7ヶ月遅れたと表題を付けた記事を掲載した。これによって農務省が正式に BSE 牛であると確認したのは2003年12月に次に例名となる。 前回のカナダからの輸入牛と違い、ジョハンズ長官は、現時点では輸入されたという根拠は何もないと明言したため、この発言が正しければ、初の米国産養成牛となる。長官は同時に、免疫組織科学法で陰性の結果となり、検査法によって異なった結果が出たことから、今後は、免疫組織科学法、IHC に加え、日本政府が、 これまで併用を強く要請してきたウエスタンブロット法を併用する方針を明らかにした。台湾の食物衛生関連部局は同年6月25日4月に解禁していた米国産牛牛肉関連製品輸入を再禁止する方針を発表した。二頭目養成牛の発覚によって米国の検査体制、検査方法に対する信頼は低下し、 日本への牛肉輸出再開は遅れる可能性が高まった。日本では全頭検査によって国内で養成牛が発見された直後の2001年10月以来450万頭以上とされるすべての国産牛を対象に検査した結果20頭の養成牛を発見2005年6月現在してきたのに対し、米国では2004年6月から開始した検査で 約38万頭から1頭の陽性牛を確認したに過ぎず、米国の検査体制の脆弱さを指摘する専門家が少なくなかった。また、国立精神神経センター、武蔵病院の神経内科医師、池田正幸ら専門家の中には、全頭検査を実施しても、現行の検査制度は不十分で、検査をすり抜ける陽性牛が存在するとする主張もある。 全国消費者団体連絡会、略称、全国商談連事務局長の神田敏子は、2005年6月25日に NHK の取材に答え、安全性に疑いがあれば、米国産渦紙を輸入することになっても消費者として買う、ことはできないと述べ、毎日新聞記者、もち康きの取材に対し、今回の事態について、米国の検査体制などは日本に比べて不完全なので、 二等目の発生は、予想通り、内閣府食品安全委員会は外圧に負けず、しっかりと審議してほしいと述べている。参議院農林水産委員会は6月27日、集中審理の結果、北米産牛肉の輸入再開では、国民の理解が得られる、要配慮するなど政府として、万全の措置を講ずべきだとする決議を全会一致で採決した。一方、 内閣官房長官、細田博之は6月28日、輸入再開に関し、BSE 問題が発生する前の牛なので、陽性となる可能性があることは、米国政府によって認められている。輸入再開基準で様々な考え方を確定しているので、輸入再開問題に直接には影響しないと述べた。多くのマスコミは、アメリカの検査体制に疑問を呈したが、 読売新聞はアメリカからの輸入再開に積極的で、社説で、日本の基準を国際基準程度に緩和するよう、訴えた。主なものとして、以下が挙げられる。国際従益事務局、OIE、オフィスインターナショナルでエポ・ゼーティスの、テレストリアル・アニマル・ヘルス・コディオ基準ではそれまで5段階だった、リスク評価を2006年5月より3段階。 無視できるリスク国、管理されたリスク国、不明のリスク国に変更。日本はパリで開催された OIE 総会2010年5月24日から29日において管理されたリスク国に認定された。欧州食品安全機関 FSA ヨーロピアンフードセーフティーオーソリティの GBR ジオグラフィカル BSE リスク FSA の GBR 基準では4段階からなるリスク評価となっている。f s の前身である SSC の2002年1月の文書によると日本は GBR レベル E とされているが正式な評価は行われておらず評価は凍結中とも書かれている。BSE 問題により米国、カナダ産の牛肉が市場で取引されなくなると変わってブラジル、 オーストラリア産の牛肉が取引されるようになった。これにより、日本ではオーストラリア産牛肉の取引量急増によるセーフガードの発動が行われた。ブラジルについては、牛肉需要が急増した結果、アマゾン川流域の熱帯雨林の伐採、牧場地獲得のための殺人事件などが頻発するようになった。また、ブラジルは皇帝液の発生国であるため生鮮牛肉の 輸入は認めていない。その後ブラジルでも2012年12月8日に BSE の発生が発覚し全面輸入禁止となった。当時政府の対応を批判したメディアによって各国で BSE の恐ろしさについて大きく報道されたため社会的な不安が巻き起こった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。